あの、とつき10日はしんどかった？とつき10日残ってきた。一人目と違って残ってきた。逆子もへその緒も巻くことなく、うん、でも楽しく、うん、上の子も楽しみにお腹の子供も声かけながら赤ちゃんランランだよって言ってくれたりとかしてて、うん、意識しながら1月10日過ごせました。先生体重だけは気をつけなさいと。先生体重どうでしたか？体重ね、途中でちょっと、うん、あの増えすぎてたんで、うん、何千になったら困るから、うん、部屋のこうちょっと食べ物気をつけてくださいよって言ったら、うん、気をつけていただけたので無事に産んでいただけて本当にありがたかった。先生はとりあえず体重に気をつけてって体重をあの増やさんようにしようと思ったらどんなようなことを？坂井先生はとりあえず食事、食事もうとりあえず食事を気をつけてって言われて、うん、野菜をしっかり食べなさい。まず最初に野菜食べなさい、うん、野菜ばっかり食べられへんやん。なんか工夫があったんかな。野菜岩塩かけて、岩塩、うん、教えてもらって、へえ、岩塩かけたりとかしながら過ごしてました。ほいで、で、あとお味噌汁、お味噌汁、具沢山のお味噌汁、うーん、で お腹をしっかり先に膨らまして、あ、汁飲んだらあかんねんな。汁飲んだらあかんの？はい、塩分取りすぎになるから。あ、体重先生に言われた時はすごいビクビクしてたんですけど、うん、でも食事で菜をしっかり取るようにしたら、うん、毎月ビクビクしながら体重乗っても増えてなかったんで良かったです。で、あの、陣痛始まってからはどれぐらいで？陣痛始まってからは 5時間くらい。どうですか？一人目が促進剤だったんで、それよりかはマシだと思ってたけど、自然の陣痛もやっぱり痛くて結構しんどかったです。先生、体重ね、体重増えてきて何ヶ月頃からそんな心配？8ヶ月ですかね。この骨盤っていうのはこうみんな大きさ決まってるわけで、そこにこう肉をつけると産道が狭まりますよね。で、あのやっぱり難産になることが多いし、陣痛来なくなったりするので、もう彼女の場合ちょっとあの妊娠のし始めの体重が減らないままに、一人目さん産んでから減らないままにお腹に入ったもので、ちょっと途中でストップかけたんですけども、うん、そこから頑張ってこう横ばいにしていただけたんで、鎮痛剤を、誘発剤を使うことなく、うんうん、安産で産んでもらえてほんまにありがたかったです。誘発剤はなるべく使うの？もちろんそうです。あの自然で行く方が安全に決まってるからです、うん、予定日を過ぎてくるとあの胎盤の機能が弱ってくるので、うん、もうあの早く出してあげないとということで、やむを得ず使うですかね。よかったな。よかった、ほんまに。ねえ、長引くかと思ってるけどね、ほんまに5時間でもんだね。よかった。本当に正常や。そんなん、体重って一番難しいわな。一番難しい。一番こう、やっぱり理にかなってるわね、うんうん、まあ、でも言われないとあんまり気にしないから言われてからはすごい体重のこと気にしながら、食事も今までやったら適当というか、うん、バーって食べたりしてたけど、野菜先食べやなとかそういう意識ができたからすごい良かった。ほんまに良かったです。元気な子供でな。